ちは、じゅんです。あと今日はですね、マイケルゴル TV のマイケルさんとコラボです。よろしくお願いします。マイケルさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日ね、はい、僕は話していけないですね。いいですよ、全然今日何します？今日は、山ちゃんから、はい、アプローチ、と、ロブショット、あと個人的に聞きたいことがあって、たまに木の根元にボールが行っちゃうとき、指示を挟んできた。自分悩みをぶつけてきたっていう。なんかアンプレでちょっとやるよりも、できるだけ飛ばしたいなって欲が。なるほどね。せっかくだから、まあ、よくありますよね。木の根元に行っちゃってね、打てないっていう。それどうするんですか？そういう時は、先生動かしていいですか？あ、打たないっていう選択肢。打たない選択肢ですか？私はなんか危ないじゃないですか。おー、まあ危ないんで、みたいな、まあ、危ないんで。でも、それでもいやノータッチでみたいな言ってくるやつがいたら、性格悪いなと思いながら打ちますけど。やつだ、もう基本ノータッチなんで、これはね。ノータッチですから。ノータッチですけど、まあ、そういう人がいることもあるんで。そうですね、はい、一緒にやっていきましょうよ。はい、じゃあまずじゃあ、はい、その左打ちやってみましょうか。あ、左打ち。そもそもでも左のクラブで打ったことあります？ないですね。あ、本当ですか？左のスイング。あ、あります。ある。なんか、いや、左利きのクラブを借りて、そのなんかくじ引いて、左利きのクラブで打つみたいな、そういうゲームみたいなのやったことあります。打てた？覚えてないですね。結構難しいよね、やっぱり。まあ、ちょっとやってみましょうか。はい、じゃあまずは左打ち。左打ち、林の木にくっついてしまった時の左打ちの仕方、なかなかないでしょ。なかなかないです。すごいとこ行ってるんですよ。使う場面がね、正直あるかみたいな。悩んでる人いる？大体打たないですね。打たない。危ないんで。まあ、でもそのシチュエーションになった時に、全然打ち方わかんないっていうのが、やってもらいたいです。そう、あったんですよ。そうやりましょう。はい、左打ち。じゃあちょっと、木をイメージして。あ、ね、木、切り株です。切り株、これ切り株です。樹齢200年ぐらいの切り株です。切り株ですね。そう、はい、去年あの台風で倒れちゃった。いっぱい倒れちゃった。で、これ切りました、はい、で、こうやってあって。シチュエーション細かいな。細かい。はい、で、ボロボロしました。あー、打てない。これもう、右打ちの人だったら打てないですね。打てないです。どうするのって話してます。はい、はい、気づいたらすいません、お願いします。まあ、危ないからね。危ないから。確かに。でも、もし本当にノータッチだよね。だって競技とかってコンペとかあるでしょ。コンペもだって基本的に、まあ、基本ね、基本一応ルール上のノータッチだよね。まあ、そうですね、あるけどね、はい、そう、皆さんありますね、はい、いや、リンゴルのね、ジュンさんがボール動かしてたみたいになりますから。確かに。あれなんかやってたぞ。やったって言われますね。そう、やったなって言われますね。はい、やりましょう。そうですね。そう、でも確かにね、皆さんね、あのジュンさん言うように喧嘩することあるんで、状況に応じては、ね、やめてください、こんなね、切り株があったら根っこもこうありますから、こんなにあのシンプルじゃないんで、皆さんこう気をつけていただければというふうに思います。切り株で、これも宮崎さん、もう切り株にしか見えない。じゃあね、使用からね、アプローチウェッジ。アプローチウェッジかピッチングを使って。52度でいきましょう。はい、ね、50度で、どういうアプローチか。まずは説明で言うと、そう、まずこれ裏返しってことだね。裏返す。そう。手は変えるんですか？僕のおすすめは、本当に左打ちだったら右手が手前に来なきゃいけないじゃん。逆ですもんね。そう。はい、だけど、これはもういつも通りのグリップで、いわゆるクロスハンドの状態で作っちゃう。はい。ね。で、短く持ったんですね。短く持っちゃう。ね。飛ばそうとしちゃった。そんな感じで。当然、ここのフェースね、と、という、このヘッドの先の方を地面に設置させるんだけれども、そう、こういうような形で構えると。で、ボールの位置は左足の前。ね、おー。左足の前にして、スタンスもうちょっと狭くて。で、右足大事か。そう、まあ、もうちょっと普通に若干の右足。そうこんな感じ。これ難しい。これ三脚じゃなくてもそう三脚じゃなくてもで、はい、これできました。で、必ずコースでは必ず素振りをしてください。素振りしましょう。いやー、むずい。むずいよね。
で、イメージ的にはこれ欲張らない、基本飛ばないんで、もう変な話、この林コロコロで出ればいいわけじゃないですか、うん、で、ナイスショットしようと思わないで、もうパターンと同じ要領でもう打つ、そう、そう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 、もうそ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 う、こうやって素振りするとシャシャってこう大体一面に設置するとこ分かってくると思うんで、大体それが右足の前だったりするわけです。あ、左足の前ですね、はい、はい、じゃあちょっとやってみましょうかね。行ってみよう。あ、うまい。うわ、うまいじゃん。うん。あれ、うまいじゃん。できた。できる。だから結構このセットアップが大事なんですね。この振りというよりもこのセットアップがめちゃめちゃ重要。しっかりここに。そう。置いて、そうそうそう。で、やりつませる。まあ、できる人はこうやって今クロスハンドになってて右手の方がちょっと前にあるんで、ここのリストをフラットにした状態で、できれば最後までこの状態フラットにしてくれる、こうね、そう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 、こうしないで、そうそうこのままこうね、そう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 、パターンでしょ、そう右手のこの角度をしっかりとそうホールドして、そう、はいはいはい、そう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 、はいはいはい、難しいな、うん、まあでもいいと、でも難しいんですよ難しいんです。でこれ今練習してるからできるんですけど、だから俺普段から練習しないとできない、できないですね、できないですね、できない、できない、できる、マイケルは、あの、歌ない、マイケルは歌ないわあれだけ言っといて歌ないマイケルは歌ないから、でもこれってね、でもこれで左手を置いて、うん、重い、だから、割とこのナチュラルですね、ナチュラルでしょ、そう、こうやって結構ほら、僕らは、ね、左打ちの練習もするじゃん、左打ちも普通の両方やるから、両方が練習するから、割とこういうのも普段からやってる、うん、まあでもこれでこうやっていけばいいね、なんだけども、これ結構ハードル高いわけです、うん、難しいね。で、今練習だから、うん、ニュースもそこそこできたんですけど、コースだとね、ちょっと欲が出るんで、ちょっと、もうちょっと振っちゃいそうなの、そう、へーまで出したいなみたいな感じになるんで、うまくいかなかったですね、はい、ね、下手したらここに当たって、もう地雷球が当たる、じゃあ、ないですか、で、一番簡単にできる、あ、一番簡単に、別の方法があります、あるんです、先にやっとけみたいな、先に教えてよもうね、これ、あーね、これ、もうこれが、はいはいはい、もうこれが一番簡単、これは、やってることある、なるでしょ、どうして、まあね、うまい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 、これはねえ、ちょっと正面、別アングルで絵的に、よそいけますよ、うまい、だから、あの、うん、こんな感じで、なんだけど、一個ね、ちょっと注意点、注意点、はい、うん、構えて、これね、グリップ持たなくてもいいんで、できるだけ腕が上がらないように短く持たない、で、もうここは肩が支点で、もう、そう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 、できるだけ、今ここで肘を使ってこうやってやってる、やってました、だけど、肩でね、そう、肩でできるだけワンレバーというか、振り込み、そうそうそう、こうすれば絶対に殴らないんで、だから、余った状態だと、で、うまく打ったんですけど、こうやっちゃうと、こうやってやると、しまると、しまったら、大体こういうところって土だったりするんですよね、刺す、ザクッとなったりするんで、できるだけ、肩とこうクラブを持った時にちょうどこの余らないところにこう構える、はい、あとはもうここの位置を変えないように、うん、ボールの位置ってどの辺なんですか、もうそこでボールの位置ね、そう、だからちょっとつま先ぐらいにあっていいと思いますね、それで余らせない、で、あとは肩で、そうそうそう、うわ簡単、左で打つと左打ちより全然簡単、と飛んでそうだよね、そっちの方に、うん、そうですね、そう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 、あれだからもうこっちをやった、こっちがいいですよ、うん、最初のやつじゃいらなかった、最初いやでもあれ必要なんですよ、あ、必要なんだ、
やっぱりあの今日は欲張るなって言ったんですけど、はい、これだとねやっぱりデメリットとして飛ばない。あ、まあ、これは7番とかにすれば、うん、コロコロ転がっていくようになるので、まあ、ある程度対応できるところですから。これで、はい、そう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 。ということで今回は切り株、切り株木の根元にボールが行っちゃった時どうやって打つかっていうところを教えていただきました。皆さんもね、もうそんな場面に出くわしたらぜひやってみてください。パーン。そう、だからこれはね、他のショットと一緒で大事なのは構えだよということですね。構えが大事ですね。構え大事です、はい、これだったらちょっと飛ばしたければ振りを強くするよりも例えばこう7番アイアンに変えていいと思います。さっきのこっちの左打ちはもう基本的に7番とかちょっと難しくなると思うんですけど、だからアプローチでやってもらいたいんですけど、まあこれだったら全部できますよ、ね、できます、ね、余裕です。ここの長さだけ揃えていただければ、はい、いうふうに思います。はい、うん、基本のタッチです。基本のノータッチなんで、ぜひね。そうですね、私もちょっとノータッチをもうちょっと意識してやってゴルフやっていきたいと思います。はい、はい、ということで、あのマイケルさんの方でもレッスンやっていただいているのでぜひ見てください。よろしくお願いします。はい。